あどうも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 どう花粉症は花粉症よりも二日酔いでね <laughs> 相変わらずだね、うん、しかし孝太郎俺思うんだけどやっぱり食える飲めるうちってのは健康だねそうねうんだんだんねあの酒やめたとか言い始めると急降下だねこれ、うん、だ飲みたくな,なってるうちはいいよだか,らだからそういうことでしょ飲みたいんだもん だから飲めるんだもんね、しかも。飲めるしだ、飲みたくないってなるのはダメだね。だからそういう、もう、不調ってことだよね。不調だよね。うん。だから飲んでくださいよって言いたいんですよ。飲みたいっすよ。うん。いや、飲めるって吸い込みがいいってことだからね。そうっすね。うん<ー>。えー、キャブ、キャブシャでチョーク引いてるってことですよ。そういうことですね。<laughs> うん。必要以上に入れてるってことですよね。いやー、昨日はまあ飲んだね。なんで いいやいや友達に家飲んでてねだってコートルグそういうさホ<あ>ームパーティーじゃないけど友達に家とか嫌って言ってたじゃん昔そうだねでもまあ何、うん、て言うんだろう昨日は近所だったからあそっか、うん、俺完全プロ思考だからさって店じゃなきゃ飲まないよって言ってたじゃんいやでも昨日はちゃんとシェフが店にきあ家に来て料理を作ってくれて随分すごいねあ<ー>それうんすごいなそれ、まあ 近所だし、うんまあ、シェフが来るっていうのでまあプロショーなんですよちょっとローリングストーンズのなんか楽屋みたいになってるわけそうだね寿司屋が出てたり、うん、そう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 ,そう,そう,うすごいな、うん、遠いとさちょっとやっぱり嫌なんだよね帰りもあるしねそう、うん、けど自転車でもう5分だからさそっかうんまあ転ぶ前についてるね そうそう。もう最近ね、うん、この間も自転車走行中に多分財布落としたんだよね。小銭入れを。ああ、落としたんだ。落としたね。気がつかなかった。うん。吉田で気がついて、うん。自分のルートをたどっ,ったんだけどなかったね。いやあ、そういうもんなんだな、やっぱりね。うん、まあまあ、小銭入れだから。そうか。うん。だから中身だけなくて、外見が置いてあるみたいな事件性がある方が良かったね。 まあ、外見がね、まあ、愛着があるからまあ欲しいんだけどさ。うんうんうん。まあ、まだね、許せるね、小銭入れだから。そうだね。うん。本ちゃん落としたらね。本ちゃんほら、カードとか入ってるからさ。そうなんだよ。うん。現金よりカード類がね。そうそう。止めたり、再発行したりね。まあ、小銭入れってのは、昔のほら、小銭寿司って思い出すからさ。 <laughs> な何小銭寿司ってあったか昔そんなのあったの,あのもう回転寿司とかが世に出る前にうんどういうシステムでお店にテイクアウト系だよねテイクアウト系でだから寿司がまあ安いのよで小銭寿司小銭寿,寿司で食べれるよってそう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 ,うわかっこいいねあったんですよなんかこうワンコインバーガーみたいな感じなのそうだね小銭寿司だから、うん、昔よく駅前にさ、うん、マグロマグロ専門の立ち食いの 寿司屋とかあったじゃん。あったね。あんな感じよね。えぇ、知らない。買ったことない。だから俺、回転寿司ができた時全然驚かなかったもんね。あ、それでもう予習してたからね。あ、まあ、古典寿司の俺、回転版なのかも。なるほど。古典寿司が回るだけだと。そう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 。なるほど。ね、孝太郎昔池袋にさ、100円バーガーあったよね。あったね。あったよね。うん。あの時代珍しかったよね。そうだね。食べたことあるのあるよ。 うまかったのうん、うん、まああんなもんじゃない <laughs> <laughs> 当時でも100円安かったからさそうだね、うん、ほら、うん、絶対嘘なんだけどミミズが入ってるとかそういう噂流れるじゃんまあまあまあミミズ入ってでもいいけどねうんだからさ行、うん、ったことなかったんですよそのうちなくなっちゃったじゃんだってほらあの俺のほらおじさんのさ、うん、ライスキーのおじさんライスキーねはいはい、はい ミミズをバクバクク食べるっていうのをやってたやってたねやってたねミミズをパスタのように食べるみたいなさ、うん、だから食べれるんだよねいや食べるんだよ本当,本当はねうん今昆虫食とかあるじゃんそうそうだって昔からイナゴとか食べてるわけだから,、ね、だから結構高タンパクなんじゃないの、うん、そうらしいねうん南米とかでよく食べてるよねだよねうんだからちょっと慣れてないだけでねだっ,だってフランス料理とか行ってカタツムリ食ったもんね そうそうエスカルゴね、うん、多分あのその辺にアジサインくっついてるのとは違うと思うけどねまあね、うん、<laughs> でも何の抵抗もなかったね <laughs> まあそうだねそう言われるとね、うん、あとカエルも食べて蛍く君。そうね金沢とかでそうそうそうだからなんかさこうフランス料理とかでさ、うん 出てきちゃうと「そうですか?」って食っちゃうんだよねそうなんだよね不思議だよね面白いんだよでも居酒屋のメニューにカタツムリ行ったてと頼まないもん頼まないうんねでもんかあれ出てきちゃうとそうそうそうですよねって感じになるんだよねイギリスでさケニーがさあ食うねうんうんでええって「おえっ!」つってたの俺がうさぎ飼ってたぐらいだからさうんそしたら「うまいよ」っつってさうん 加藤も食べられるやつ食べたちょっと肉がちっちゃいからじゃないうん、うん、かもしんないあと運動量が多いから硬いのうーん,うーんただ昔から食べてるらしいねまあそんなケニーは日本に来てタコの刺身見て,見て逃げたけどね逃げた逃げた逃げた,逃げた、うん、ねオーマイカってってああなあっつって逃げたね逃げた、うん、案外ああいうのも食べないからねタコ ラテンのさフランスとかさ、うん、スペインとかの人は案外食べるんだよポルトガル食べるよ、うん、あれ海が結構さなんていうの暖かくてそれ取れるところはね、うん、イギリスはさあれなんじゃないの、うん、取れないしさ生で食べるっていう文化は結構日本ぐらいしかないじゃんそううんタコうまいんだけどねいやうまいようまいよ、うん、<laughs> でもすごいよね生で食べるっていうのねまあ俺,俺はまあボイル人が好きだけどね でもさ、ほら日本はお刺身だってそうだけど生で食べるじゃん結構何でもまあね、うん、しかも肉もさ馬刺しとかさそうねうんまあうまいからねから生で食うんだ <laughs> 俺のもう生で食うよ牛あそう、うん、よっぽどいいのじゃないとた食べたくないねなんかねまあね、うん <laughs> そね何でもかんでも生で食えばいいってもんじゃないでしょそりゃもう腐るす前の生で食えたくかないよねなんだっけ豚がダメなんだよねダメダメダメだよ寄生虫だかさなんだかがいるんだよねあれねダメよだから絶対火通さないとダメなんだよねもちろんです不思議だよねでも同じ肉でもさそうや生で食べれるのと食べれないのがあるんだから そうだねやっぱりこれあれかね小太郎君生がいいライブバンドもあるけど生が全然ダメなライブバンドがあるってことと一緒なんだねまあちょっと違う気もするけどでもねやっぱり俺ね生よりは食べるって言ったけどね若干火入れた方がうまいよねあそうやっぱ活性化するもんそうなんだ生を多少残して若干炙った方がいいと。 特に牡蠣なんていうのは絶対火通したらうまいと俺は思うね。あ,あ、確かにね。しかも牡蠣当たるんだよ、うん、な。当たるあの、やっぱり火入れた方がね、<laughs> うん、成分がね、全部ね、立ち上がるんですよ。そうなんだ。<laughs> 逃げ出そうとするわけ。<laughs> なんつうんだろう。おいおやいおいって、ね、動き出すんだよね。<laughs> なるほど。危ねえよって言ってああ。眠ってるのが。なるほど。それをしゃけっていくところがいいじゃないそ,そうそう。それはさ、胃袋の中でさ、そうなられても困るんだよね。うん、なるほどね。 食う段階でそうなってるとやっぱうまいと思うよ俺はやっぱ口でね感じないとね胃い,いで感じてもしょうがないからね、うん、遅いからね遅いんですよもう胃酸が強いしそうそう消化始まるからね、うん、なるほど胃酸ってのはすごいよちょっと痛めつけてから食べた方がいいってことはねやっぱ火なんだよね <laughs> なるほど火ってのはすごいよ <laughs> でもすごいよねれあれ一番の発見なんじゃない人類の そうねだってあれ火さ最初にさうんいろいろ使えるってさ、うん、感じた人間がいるってことだよねそうねでもしかもほら使い方によっちゃ危ないじゃんそうねうん<ー>トマトも火入れるとうまいもんねう,うまいうまいうまい俺もね生のトマト案外ダメなんだよねああトマト俺おでんが好きでさえおでんなんてあんのあ,あるんだよ まっとシャレたもたん食べてんねいや俺がよく行ってたね上野のおでんやがあるのね、うん、もうないんだけど、うん、そこでトマトのおでんがあってさえな何丸、ま、ごと入ってんの丸ごと入ってんのよで何でやこれやとったら最初言ったんだけど、うんうん、美味しいんだよね <laughs> すっげーえ何、ー、丸ごと出したの何こう切ったりして箸でやったりして、うん、切って出してくれるんだけどあ切って出してくれるのうまいんだよ それは初めて聞いた、うん、トマトそうへえ<ー>まあだってトマトねあのパスタだってトマトソースあったかいわけだからさまあそれぞれあれ美味しいじゃん、うん、あ当然合うわけですよねあったかいのねいやでもちょっとでもイメージできないおでんとうまいよ出したうよすごいそうなんだうんこれ分かんないもんだね分からんないよ、うん、へー 何と何が合うか分かんないね、まあ、そうねとにかく今日は喉が渇くね <laughs> そうだからそれ二日酔いだからでしょとにかく二日酔いでしょ、うん、このキリッと果実ばっか飲んでんだなんか好きだよねこれでもそれねうん最高オレオレンジとマンゴーってだねだからそれ柑橘系好きだよねうん果汁15%だよ十分なんじゃないのいらないもんいらないもん別に果汁なんて、うん、うまい ミリ入ってんだよ500じゃないんだよもう今はたまに600あるよね麦茶とかねある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 でも割と大きくなったと思うよあるあるねえ、うん、大きくなってくるんだねどんどんね何でもだ昔500でホームサイズなんて言ってたじゃんホームだよこれ考えて <laughs> 家族で飲むんだよ500なんて今一瞬だもんね一瞬だよあれをさ家族5人で分けるんだよだ水分取るようになったんだよ人類もそういうことなの そうかアメリカ人は昔から飲んでたけどねうやっぱアメリカ人だよアメリカのさあのほら映画にもなったけどさ「スーパーサイズ・ミー」って映画ああいうファーストフードに行ってさハンバーガー頼むとさコーラがバケツみたいなあれで必ず出てきてさそそううどんどん体悪くしちゃってやっぱアメリカああいう少なく出すと クレーベベルみたいねあそうなのうん光太、ね、君アメリカ行ったことあるじゃん俺ないんだけど、ね、うんやっぱ食事が全般に多いの多いよ多いんだ帰りにもう持ち帰るのが当たり前みたいなあ持ち帰ってくるんだもうそう多いなんてもんじゃないよじゃあ食べきれないものを出すっていうのが礼儀みたいなもんなんかねだってあのローストビーフの横についてる、うん、ポテトサラダの量がさ、うん あれ常識の範囲じゃないねゃじゃあもう日本だったら家族4人で食べるぐらいの量が1人でできるホームサイズだ、ね、あれこそホームサイズなんだそれは、うん、あれマッシュパテトとねななやっぱ食べちゃうのかなみんな食う人もいるよでも持って帰ってるてみんなねあ本当。んうん日本だとあんまりねこれ食べてさ食べ残ったもの持って帰るっていう習慣がないじゃない習慣ないよ、うん、でもなんかさ台湾とかもあるんだよね 中華料理系俺はあんまりそ,れそのシステム賛成しないねいや俺もそうなんだけどなんか必ずさ台湾行ってワンフーと飯食うとさ、うん、多めに頼むじゃなくかそれが礼儀なんだか、うん、そうすると必ずおばさんがもうさいろんな包んでさ残ったやつを帰り屋をあの袋に入れてね、うん、持たせて帰るみたいなのがさ、うん、なんか何も言わなくてもそうなってるから。 だからもうアメリカの本当マクドナルドの,あのドリンクなんて本当に自分で継ぐからねあそうなんだうん巨大なコップくれてさあ当。うん、じゃやっぱりあれだけ太ってるっていうかまあこれなんとなく俺のイメージだけどそれはやっぱそういうところだね、うん、でもさ俺もねハンバーガー食べる時にね飲み物欲しいタイプだからね、うん、あんぐらい助かるんだよねでもあんなバケツみたいに飲まないでしょいや飲むんだよ俺、うん 飲むのよあんな日本のね L サイズなんてねもう全然足りないじゃあもう太郎じゃ日本のあのコーラの L サイズはうんもうロシアのウォッカみたいなもんだちっちゃいじゃん何にもあんなんじゃ困るねあそうなのうんそんなに飲んじゃうぞ飲みたいねできればあそうかそうか日本だとそんなないからねバケツサイズみたいなのないからうん なるほど飲む男だね飲むなよ俺大体 <laughs> あのまあ前からほら昼は給水タイムって言ってるけどさうん、うん、昼飯にカレー屋なんか行くと自分の前にこう置いたんじゃこでかいさあの水があるねあの自分で継ぐようにはい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 あ開けちゃうからよ一人でうんピッチャーごと飲んじゃうってことだ,<ー>だ飲んじゃった飲んじゃいますよ,、ね、ます,よすげえなーでもこれそれがね小こううまいことうん そういうことですね、うん、このほらあの池24のディレクターの土はさ、うんまあ、膀胱が硬くなっちゃってもうあれだからお,おしっこ10分置きにいってんだから <laughs> バカ言ってんじゃないよそうなのなそうしたらさ俺も最近さ、うん、そんなイメージになっちゃってさだからトイレ寝てからさ、うん、3回ぐらい起きんのよ3回も当たり前だね2時間起きぐらいにさ目が覚めちゃうの いやだねやでしょ<ー>そう、うん、でこれがさ急に来たわけその金利過ぎてからへえ<ー>だからやっぱこれ膀胱がこう硬くなるだからさほらオートバイとか車の<ー>ほらパッキンとかゴム部品みたいのが硬くなってきちゃうじゃないどんどんあ,<ー>あれと一緒なんだなと思ってさ俺12時間ノンストップだよだからそれはまあだから健康な証拠よ、うん、できないもうそんなの無理できないそれは12時間で言ってたら2回おねしょだよ 大丈夫いや、本当だよね、土ね。いや、マジで。マジで、2回も寝るでしょよ。それで、やばいっつって。ほら。大丈夫。だから、これからおむつして寝なきゃいけない。大丈夫だよ。いや。いや、孝太郎くんね、そう言ってるのも来年までだから。マジで急にね、もう死後硬直じゃないから始まったら早いよ。でライブできないじゃん。できないよ。 まあでもよく聞くよね、あの途中でおしっこ行くそうで行くって聞くでしょ。うん、だってリーダー、それで言ってるんでしょ、お着替えタイム。うん、いや、さすがにね、あれではね、おしっこしてる時間がないわ、短くて、<laughs> あのー、ストレッチタイムい。いね、お着替えタイムでいいんだけど、ここでもうちょっと長くやってくれると嬉しいんだよね。<laughs> この前ネクタイが縛れなくてさ、本当にネクタイ縛れない、靴ひも縛れないってなって、もう本当、遅くなっちゃって。 まあ着替えタイムでネクタイすることないよいやそうなんだよねうんそれが俺がバカだったんだけどもうちょっとラフにした方がいいラフにしないとねしくじりましたへじりましたドラムソロとかでやってましたね惜しくだからレッド・ゼンペリーとかそのためにあったんじゃない違うだろいやでもジミー・ページオレンジジュース塗ったじゃんあそっかそっかうんでも一旦下がるじゃんみんな昔はでもドラムソロってあったんだよねんかねあったねちゃんとあったねうんんだかね だってコンサート4時間とかやってんだよ。ああ<ー>。うん、ドラムソロー、見たくないもんね。見たくない、そんな20分とかやっててどうすんのよ。ああ。そうなんだよ。長すぎるんだよね。だね。うん。とにかく何のためにやってんのって感じだよね。1>, 1分ぐらいだったら、おおってなるんだよね、うん。そうそうそう,そう、ほん<れ>長すぎるんだよね。そうなんだあげくスティック置いて手で叩き始めちゃうんだからそ,そういうことそうあるんだよね。<laughs> 余計なことすんの、ね、よ。 うんだよねでも、はじめさんもやってたよね。やってた。マイクスタンドまで叩いてたよ。ジャズのやっぱりスタイルなんじゃないそれが。そうなのかもね。ジャズのスタイルなのかもね。ジャズね。うん。なんだろう。あんまりそのはずないからね、僕も。そうね。面白くないよね。俺もそうなんだよ。 まあ俺たちにはねあんまりないからいいんじゃないのそうだねうんでもキスとか見るとやっぱエースフリーレイのソロは見たいんだよね <laughs> あ見たいんだ唯一エース,エースフリーレーのあ見たいのは <laughs> あそうなんだ,あだページもいいねあページも好きあのギターだけなるところが、うんうんうん、でもエースフリーレーは、ね、完全にページから来てるからさあ,あそうかそうかどう聞いてもページなんだよねあれなるほどね <laughs>、うん、またこうちょっとトリッキーな感じがサーカスっぽいもんね あれがね、だからなもうあの、ジミー・ページのハードブレイカーって感じなんですよ。なるほど。あと、まあし、ショーだからね。そう,そうそうそう。そう,ん、こう見せてなんぼってとこでしょ。いやー、でも俺、東京ドームの一番前でキス見たからさ、うんうん、レースフレーリーが本当走って袖に逃げてったらよかったな。な <laughs> んで <laughs> あのー、 次の準備のためなんだろうね。なるほど。一回こう、なんか、火かなんかつけてさ、ギターに。うん、うんうんその瞬間にギターを置いて、ひゃーっとそれに消えるんですよ。なるほど。忙しいんだね。忙しいんだ。なるほど。ああそういえばそうだったね。ギターから煙出てたよね。そう,そう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 。あ,あ,あれ、毎回大変だよね。大変だよね。ああなんかあれだよね、どっか、あれだよね、ピックアップ一個が外し,てあってが外してだと、ね。そう,そう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 。<laughs> そうっすよそうそうまあがチャチー話だけどすごういとうて盛り上がるもんね盛り上がるようん同業者の俺らだって盛り上がるんだからさ盛り上がっちゃうねやっぱショーってそういうもんだねまあそういうの何も考えない人とかがおおってなるでしょうなる煙出てきたってね50年近く前なんだからさそうだよよりそうでしょしかも人脂もんざはひい服しね被い服しちわ白しちわ白し <laughs>

デビュー時俺たちのだからまあデビューした頃まだそれがあったと残ってたよねみんなそうだよみんなそうじゃなかったんだよねでもそれがねそうだね <laughs> <の>みんなそうじゃなかった<は>みんなそうじゃライブなんかできねえよ <laughs> そうだからでも俺たちはみんなそうだと思ってたから頑張ったよねあ<ー>あ<ー>佐野のベース弾きさんがねうん パレードを追いかけたの吹奏楽バージョンの楽譜を希望だと。おおいいですね。ね今、ちょっと、長谷川さんがですね、うん、あの、一生懸命、あの、楽譜の方を作成してますから。自分の次女は高校の吹奏楽部副部長。おかなりの権力を持ってると。権力があんのあさらに、古文の先生は自分と妻が高校生の時の音楽の先生と。うん、これ完全にできるじゃん。完全にできるね、これね。れできるよ。えー サンのベースさんです、ね、うれしいなーそれは孝太郎くんねうん僕の母校のさ、うん、目沼東中学校の吹奏楽部がやってくれるって手を挙げたんですよいいじゃないですか、うん、中学校なんだ中学校なんだけどは<ー>ただ俺があの行ってる頃は吹奏楽部なかったからさああそううんで,で今できたんですよで案外強いらしいそうコンクールとかで。 だからね栗田先生に今度会いに行かなきゃいけないですよいいじゃんうんいやちょっと楽しみでね俺どこで指揮しようかなこれだって決まったでしょ練馬区杉並区みたいなそういうことだけどエリアが深い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 あって行田は行かねえっつってたでしょその辺から手が上がったらもう孝太君行ってもらいますよ行きますよそりゃ板橋区ぐらいは板橋近いだろまず大一。 バイクで行くんだだからでそうだねでもね小田君なんかねうちの方のね、うんあのー、小学校レベルの感じだからやっぱり中学校は割とほら人数集まるじゃんいろんな小学校から来るから、うん、やっぱ少子化でねどんどん平行になってきてんの<ー>だから俺の行ってた小学校も数年後にはなくなっちゃうし、うん、統合であと近所でうちのほら親父作詞家やってたじゃない。うん だから効果も書いてたんですよ<ー>その校歌書いてた学校も平行になっちゃうので、親父の書いてる効果は一回も聞いたことないからさ、うん、違う学校だか,<ー>だからちょっと効果録音しに行こうかなと思って結構学校なくなってんですよまあ学校はね、うん、寂しいだって孝太郎くん母校なくなったよねあるけど名前変わったあ名前が変わっただけ うん、あの、合併してさ。合併して。うん。じゃあ何コ太郎ロんが行ってた学校に周りから来るようになったってことか。そうだね。ああ、じゃあ、じゃあ他で違う学校がなくなった。なくなったね。ああ、やっぱそっか。あの、明治通り沿いのさ、あれ、トルコ料理みたいになったじゃん。あったあったあった。えっとね、なんだっカッパ時代。カッパ時代。あの辺にさ、雑誌外収穫っのがあったんだけど。へぇそれがなくなって合併したの。で、カッパ時代もなくなったの名前変わっちゃったね、だから違う店になっちゃったね。マジか。 あの向かいにあったあのー、キッチン何回もなくなっちゃったねあなくなった河田君カッパドキア行ったことあるのないよないのうんだってあそこもずっと長くあったじゃんあったねいやか俺すごいあそこ新聖なのかなと思ってすよいや新聖じゃない河田君行ったことあるんじゃないかないやないよああいうとこ行かないんだ行かないんだよライトなんかトルコ料理だったっけそう、ね、トルコ料理のね、まあううん、えーそれ行きたかったなー あんまり俺,俺、俺、トルコ料理とかさ、その、その、エスニック系行かないもんね。行かないんじゃん,うん,、うん。確かに。うん、そうなんだよ。そうか。気には、気にはなってたんだけどさ。うん、いやいやいや、あそこ、明治通り通るたびにさ、そうなんだよね。目につくからさ、どんな店なんだろうなって、もう本当に、デビューする前ぐらいから気になってたの。あの、笑ってぽっくり死ぬためにはって <laughs> はい曲が、はい、あるよ。あ,あそこあるんだ、あの、薬局は <laughs>、うん。あそこのね、うん あのー、薬局のね息子さんと知り合いなんだよ俺どういうつながりなの事務メイドがね後から知ったの、うん、あそうへ<ー>えー、あそこで息子なのみたいな人脈広げてんねんああそう <laughs> へ<ー>そこでよく、あのー、薬もらってんだよね <laughs> なんでもらうんだよだか薬いりますかって言うからい <laughs> りますかっていりますかって薬局も問題だろ <laughs> <laughs> じゃあ、成長材方がちょうどっつって。<laughs> なるほどね。け見不具合、火災で、24時えー、コレクターズ、重心ままれ丼発売中です。はい。えー、クワトラ祭りがスタートしてますが、次回3月はソールダウト。ソールダウト。嬉、えー、しい。大阪でもやりますね。4月だよね。えー、4月4710と。はい。大阪に行きます。やります。えー、そして私がバースデーツアーがありますので、よろしくどうぞ。 全国コミュニティの放送中のラジオ版。うん、毎週木曜日24時から放送中です。放送中です。秋田コミュニティ放送は翌日金曜日の朝10時に再放送。うんうん、広島の三原さんは土曜日午後3時から再放送と。はいはい。ありがとうございます。ねこのポッドキャストはスタジオ MOG の音楽シーンから開始してます。してます。写真館もそちらにあります。あります。えー YouTube ではですね、このコンテストすべての配信が聞けますので、はい、チャンネル登録してください。お願いします。P メールは、ぶクろ二十四アットマーク、g コムドットコムこちらでお待ちしてます。はい。P メール紹介した方にバストロイヤーステッカーを送っております。ステッカー希望の方は必ず郵便番号、住所、お名前を書いてください。お願いします。それではまた来週お会いしましょう。Do ーザダウンロード。o a ー d o the download! Do the download.